はい。八頭神モナーの憂鬱というフラッシュを見ていきます。ということでね、八頭神モナーって、まあ、通称八頭神と言われておりますが、まあ、二ちゃん黎明期に活躍したえキャラですよね。で、一さんがここに出てきて、懐かしいな。フラッシュって言ったらこのね、感じでしたよ。はっはっ、はっはぁ、一さん、一さん、みたいな。はハはハは、一さん一さんみたいなはっはは ということでね、続きまして、相違点探し、子供人形というフラッシュを見ていきたいと思います。こちらのゲームね、別にこの題名が正しいかどうかはわからないんですが、これは中国語ですね。まあ私は全くわからないんですが、まあおそらく間違い探し的な意味なんでしょうね。二つの絵があって、その中から間違った箇所を探し出すということでゲーム要素があるんじゃないでしょうか。やっていきましょう !GO! あ、実写ですね。これ何これ。投稿機ですか本棚があって、 間違いは、かなり実写ですから難しいです。あ<ー>もうわい,いなうはい、ということで、続いて実況させていただくのは、気配のするテレビ部屋という、ホラーフラッシュですね。いきなり始まったけど、電話あ、えなんかいる、長組マイクさん ちょんちょんちょん、なんかあるのんのん電話、ないですね。何にもない。ああ<ー>もう <laughs>、あ <laughs> びっくりするわい。続きまして実況させていただくのは、恐怖の廃墟に住むものという、ホラッシュゲーム。<laughs> ホラッシュゲームって言っちゃった。<laughs> 明らかに怖いからさ、見た目が。<laughs> ホラッシュゲームって言っちゃったよ。 どうしてくれんだ天井が割れてる。これで,で,で,で <laughs> <laughs> 休憩 <music> さて続きまして実況させていただくのは、<music> The Maze バージョン 1.2! 迷路か ?Maze っていうと、<music> Test your skills 私のスキルを試すと、Try <music> to reach the goal without touching the walls あ、イライラ棒みたいなものですね。 How steady is your hand?Let's find out.Try and beat all four levels.4 個レベルがあって、というのに私の器用さを試すというゲームらしいですね。絶対参加4に出てくるね。絶対参加4にびっくり要素ありますんで。よろしくお願いします。さあ、当たっても大丈夫あ、当たっても大丈夫なんだ。ということで、ね、このようにマウスで、マウスを動かすこう、カーソルを動かすとこのようにこう青い点が動くので、かなり こう、ちゃんとしたゲームですね。このように、まあ、こう、こう、あぶね、普通に危ねえじゃん。普通に最終レベルいけるか危ないですよ、私。で、このように、あ、あ、あぶ、レベル2。さ、あ <laughs> 私、びっくりポイントにいけないというびっくり要素がありますよ、これ。オッケーさあ、だん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 レベル3。これ厳しいな。これ厳しいな。 あああ長い,長いえ、2回ははい。え ?2 もあんの ?2 もあんのやだ <music> さて続きましてはこちら。カラービジョンデフィフェエンシーテストということで。ま、あ色毛テスト。赤とか青とかそういった色のね、判別ができるかどうかっていうのを判別するテストですね。 こちらのフラッシュをやっていきたいと思います。まあ、英文が表示されているので、一旦読んでみましょう。まあ、まこちらは石原図テスト、石原テストと呼ばれているらしいですね。で、まあ、こちらのテストでダメで,であっても鵜呑みにしないで、ちょっとね、専門家の点数を聞いてみてくださいということで、<laughs> 専門家の点数というか、専門家のちょっと検査を受けてみてくださいということで、まあ、こちらはあくまで簡易的なもので、ま、あその結果が、 式もであるかどうかの詳細になるわけではないということが書いてあるんですが、まあ、やっていきましょうかあこういう感じでね12ですねこれな2桁か1桁の番号が書いてあるらしいのでここ,ここにねその見た番号を入れるというゲームですねはいノーマルカラーであ合ってるよとでちょうど29ですねこちら79にも見間違えそうですがおそらく大丈夫だと思います なるほど7。15ですねこう。こういうことか。17と間違えやすいですよってことですね。ちょっとおかしい人は17って見ますよと6ですね。うん。でまず人は9になりますよと。73ですね。73と。大丈夫ですね。はい。今のところ私大丈夫ですよ。お !8 ですか